そういうことだから高2とかだよね、高2高3で進路のことみたいな話になった時に、まあまあもちろん大学人が多いっていう中で、でやりたいこと何ってやっぱその時考えると思うんだけど、特になくて、でないと、まあ、その時は今はどうかわかんないけど、やりたくないんだったら大学で学びながら見つけようみたいなのあったと思ってて、だから自分もそのテンションで母親に言ったら、いや、やりたくないんだったら行くなって言われて、あれでも俺の中ではやりたいことないから行くんじゃないのかなとかと思ってたんだけど、まあでもそこ今思うとそこが良くて、そこで考えて、じゃあ俺は何やりたいんだってところに、まあもともと昔から食材とか調理とか調理器具とか好きだったから、調理器具もあるんですか？調理器具好きだったのね。だからあったから、あ、じゃあ調理の方いいかなと思ったんだが、どうせ学校行くのであれば取れない食関係で栄養士かなみたいな、でもその時あんま覚えてなくて、親から勧められたのか分かんないけど、あ、じゃあ栄養士っていう道もあるんだったら栄養士にしてみようかなっていう感じで進みましたと。でまあ栄養士とかってなってくると、まあ、進路ってある程度もういくつか決まっちゃってて、学校給食か、社食かとかってのがあるんだけども、まあ、その中で唯一決まった会社に行って、ででもその時のすごく印象としては、まあ、当時65歳まで働くって想定した時に、あ、これから俺はもう、最悪な人生が始まるっていう、なんかだから俺はもう耐えるんだって思った記憶があって、だからあんま未来に希望はなかったわその時。そうね、なんか結構みんな、たくも今調理師って言ったけど、でも俺はやっぱ調理の方が好きなんだよね。栄養計算なんて全然好きじゃないし、なんか1日 10g で塩、まあだから 10g ってことは朝 3g とかなんだけど、もう味気ないのよ。やっぱ俺は美味しく食べたいっていうのがあるから、なんかこんなつまんないのことをやんなきゃいけないのかなとかって思ってて、で入って半年ぐらいとかっていうのは2時11時っていうシフトで、夜 のバーを出すお店もあったから、もう毎日そのシフトで、なんだよこれと思って、もう本当に やめたいはなかったけど、そのマネージャーみたいな人にも毎日ムカついてたし、あって、でもそれが頑張ってたか分かんないけど、1年後にそのホールマネージャーっていうホールの責任者になって、だからやっぱ配属してもらったところが良かったんだよね。だそこからやっぱりこう自分ってなんだろうな、何したいんだっけみたいな、なんかみんな生き生き働いてるけど、俺もそこすごい楽しかった、最高に楽しかったけど、なんかもっと違う世界もありそうだなって言って転職したいなと思って転職したのが、まあ、GC だったっていう感じ。まずそもそもお客さんからは信頼をしてもらってなかった。だから俺が言うこと言うこと全てが疑いから始まるっていうところからね。その1年間で信頼を積み重ねたってところがあって、でもそれは良かったんだけど、本当にこの4年半はね、店長と戦い続けてたの。本当に毎日喧嘩して、何が喧嘩した？俺はもう、まあ、だから今こう言うとそうだなと思う。もう顧客視点なの完全に。いや、お客さんがこれを求めてるのになぜお前らやらないんだっていう喧嘩。いや、今思うとマジで可愛くないのね。飲み会とかも絶対行かないしだけどひたすらこう、いや顧客がこうだろうっつって、で、なんだろう、それはそれでお客さんは喜んでくれるのね、うん、だけどやっぱ社内、ま、その店長とは本当にもう毎日喧嘩してたから、毎日本当に倉庫行って、倉庫の、まあ、言ってましたけどプチプチって梱包用のやつがあって、あれを毎日蹴ってた。倒れたら起き上がるように設定して毎日蹴って、ストレス、そうで、たまに泣いたりとか隠れて泣いたりとかしながらやってたかな。あと、その転職したきっかけとしては、なんかそれがまあ最終分かってくれたというか、まあだから社内も金田一がそういうんだったらっていうことをなんか証明できたみたいなのがあったのかなと思う。だからある一定満足というか、自分がやりたいと思ってたことというか達成できたかなっていうのはなんかあったかなと。リクルートで働いてた人が起業して人材斡旋始めたっていう、それこそ桜井さんとか阿部さんとかも一緒の会社なんだけど、その人がたまたま辞めた後来てて、あ、どう最近って言ったら、あ、楽しいですけどなんか転職考えてるんですよねって言ったら、あ、じゃあ一回話そうよって言って、本当にあれだな、夕方から朝4時5時までずっと飲みながら話してて、でその人はすごく良かったんだけど、話してたら、山さんの本読んでみって、でこれに感銘受けたら、当時のサイデと
サイベイと。でもう一個オープンハウスもあるんだけど、どっちか紹介するわって言ってくれた。その時までサイベイとあともちろん知らなくてね。でサイベイとも調べる前にその日の朝に買って本読んで1日で読んで、でもすごく本当になんかね、言われてないと思うんだよな、読書感想文を書いてその日のうちに送ったのかな。そしたらもうなんか、あ、じゃあサイベイとはいいと思うよつって紹介してくれたっていう感じ。そうです。それまで本とかそんなに読まない。あ、本はね、めっちゃ読んでた。本はめっちゃ好きで読んでたんだけど、稲森さんは初めてそこで知った。ビジネス本とかも、ビジネス本もね、ビジネス本ほとんど読んでなかった、うん、小説とかそういうのばっかりだった。まあでも基本的には直感なんだよね。もう決めたなら行くっしょっていう感じで。で、まあ、前職でも、まあ、絶対それ実現しなかったと思うけど、いや倍出すよって言われたの、給料。いや若干揺らいだよ、揺らいだけど、いや俺もう決めたんでっつって言ってたのを見ると、その時の自分を見るとやっぱりなんか直感的に決めたっていうのは大きかったかなと思ってて、まあ、あとはあれだね、その面接の際に、まあ、当時の牧野さんと、まあ、あとは社長と大島さん柴田さんとかと喋ってる時に、あ、なんか面白い会社というかだなって思ったのはやっぱり大きかったかな。まあ一番は本当にこうなんだろうな、見られ方をすごく気にしてる人生だったっていうのがあって、で、まあ、当時の営業で本当にもう最初は辛かったけど、すごいそこをえぐってくれて、もうえぐって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 くれたことによって、なんか人の目っていうのが、まあ、未だにまあ気にする部分は少なからずあるけど、すごく気にしなくなったっていう。でそうなると何が良かったかっていうと、まあ、今までってだから自分を見てたんだけど、自分じゃなくて他を見れるようになった、視野が広くなったなっていうのは、簡単に言うとそういう感じはあるかなって。まあね、そのなんで営業スキルとともにっていうところなんだけど、まあ、基本的には1年間朝4時に毎日フィードバックをもらい、で大体のフィードバックはもう昭和的なフィードバックをもらい、朝起きてそれを見てテンション下がって水にして生活が始まるみたいな、そんな感じが毎日あって、まあでも何で続けられたか、まあでも成長してる感はあったと思うんだけど、でもやっぱりベースとしては、いや決めたからにはやるでしょっていうのもあるし、あとはなんか最初の方を特になんで辞めなかったかなっていうところでいくと、あれこれなんか退職する人にもすごく思ってるところで、昔は言ってて最近は言ってないんだけど、やっぱ辞めるのであれば最高な状態で辞めてほしいなっていうのはやっぱどっかで思ってる、まあ、いろんなパターンがあっていいんだけど思ってて、というのは自分自身がやっぱ最後と転職した時結構辛かったんだよね。辛かったんだけど、いや前職最高な時に辞めたのにここで辞めるなんてないでしょっていう、まあ、ちょっとネガティブな発言なのかもしれないけど、そういうなんか心の支えみたいなのがあった。